ヘンリー・サマセット、恐怖人・イザベラ、1884年、レディ・イザベラ・サマセット、別名レディ、ヘンリー・サマセットは、イギリスの事前家、禁酒運動推進家、婦人参政権論者。レディ・イザベラ・キャロライン・サマーズ・コックスは、第3代、サマーズ・伯爵チャールズ・サマーズ・コックスとその妻、バージニア・パトルの間の長女だった。母方のおばに、写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロン。 母方の重視に、小説家バージニアウルフの母、ジュリア・スティーブンがいる。家庭で教育を受けた。男兄弟がおらず、妹アデラインと共に、父の財産の共同相続人に指名されていた。末の妹バージニアはジフテリアで溶接した。極めて新人仏解少女で、一時は修道女になることを考えたこともあった。1872年2月8日。 ヘンリー・サマセット教と結婚し、以後はレディ・ヘンリー・サマセットとして知られるようになる。この縁組は双方にとって理想的なものに思われた。夫は第八代暴法と公爵の次男で分与される財産はないに等しく、イザベラの裕福な相続財産が夫婦の生活を支えた。1874年5月18日、夫婦には息子が生まれ、 ヘンリー・チャールズ・サマーズ・オーガスタス・サマセットと名付けられた。しかし、ヘンリー・イは同性愛者で、そのため結婚生活は悲惨な失敗に終わる。男性同性愛は、当時のイギリスでは重大な触法行為だったが、女性たちは、夫のどんな不貧困にも目をつぶるのが美徳とされていた。レディ・ザベラは自ら夫の元を去り、息子の養育圏を、 夫から勝ち取るために訴訟を起こし、夫の性的思考を社会に暴露したことで、それまで属していた上流社交界から避難された。彼女は1878年少訴して息子を引き取り、自称もレディーザベラサマセットに変更したが、社交界からは完全に排除された。ヘンリー卿は立場を失ってイタリアに逃亡したが、夫婦は レディーザベラの信人深さのために離婚に踏み切ることはしなかった。レディーザベラは実家にほど近いレドベリーに居を移し、事前活動に没頭する日々を送った。1883年父が世を去ると、彼女はイーストナー城、サリーとグロスターシャーの所領、ロンドンの邸宅とイーストエンドの貧民街に所有する辞書を相続した。 彼女はアングリカンとして育ったが、1888年代メッソジスト派に改修している。レディ・イザベラ・サマセット、レイ・ストレイチー、メアリー・ベレンソン、ハンナ・ウィタル、スミス、カリン・スティーブン、ローガン・パーサル・スミス、1904年の写真レディ・イザベラは、親友が急性アルコール中毒による専門を起こして自殺したことをきっかけに禁酒運動に目覚めた。 その有弁さと推しの強さから、彼女は1890年、大英帝国婦人禁止協会会長に就任する。翌年、レディーザベラは、アメリカ合衆国へ、視察旅行に出向き、世界婦人キリスト教禁止協会会長、フランシス・ウィーラードと会談し、ロストンで開催されたワワードの会議で演説を行った。ウィラードは、その後間もなく、レディーザベラを、ワード副会長に選任し、 複数回イギリス側の組織を訪問した。レディ・イザベラの部ワタ会長在任中、組織は急成長し大きな政治的社会的影響力を持つようになった。彼女は自由党の政治家たち、ロバーアッツ元帥、ウィリアム・ブースらと連携した。レディ・イザベラはバースコントロールの啓発に努めた。1895年、彼女は道徳的な罪は望まない子供と共に生じると、 唱えた。1897年までに国教会の後位聖職者、ベージル・ウィルバー・フォースとの友人関係のおかげもあり、彼女はアングリ環境界に基準した。彼女の反対者たちは、ブワタにウィラードが大きな影響力を持ちすぎていると主張した。レディーザベラは、ブワタを、婦人参政権運動組織に変えるつもりはないと、言明したものの、彼女とウィラードは大っぴらに、 婦人解放を訴えていた。レディイザベラは1894年から1899年にかけてフェミニスト週刊誌ザ・ウーマンズ・シグナルを編集していた。彼女は自分の率いる組織の求心力を高めようと野心的な行動に出た。インドに駐留するイギリス人兵士の間での生慣戦争の蔓延を防ぐ手段として インド人女性による売春の公営化を支持したのである。この考え方は当時の貴族階級に広がっていたものだが、この主張をしたことで彼女は、ブワタの多くの会員の支持を失う結果となった。ジョゼフィン・バトラーとの論争の後、レディ・イザベラは1898年組織の分裂を防ぐために自身の主張を撤回することを余儀なくされた。1898年、 ウィラードの死後には、ワワード会長職を引き継ぎ、1906年まで務め、1903年に最後の合衆国訪問を行った。レディーザベラは、省庁の行政運営に、コーポラキズム色の強い北欧型モデルを導入する、ことを指示した際、ブワタ会員から再び強い批判にさらされ、ついに会長職を退任した。カーライル伯爵夫人が、 公認の会長に選出された。ブルックウッド墓地内のレディーザベラ様セットの破壊思考的な職務からの引退後、レディーザベラが情熱を捧げたのは、1895年、ライゲート郊外ダックスハーストに自らが創設したリハビリ施設、女性アルコール中毒患者コロニーの運営であった。アルコール中毒患者のリハビリは、彼女が最も重視する仕事であった。 殺人罪の受刑者、キティ・バイロンも1908年の出所ここの施設に入ったことが知られている。1913年、レディ・ーザベラはロンドン・イーブニング・ニュース史上の読者投票の結果、イギリス初の女性首相にふさわしい女性1位に選ばれている。第一次世界大戦中、ロンドンの彼女のフラットはチェッペリンによる爆撃の被害を受けた。レディ・ザベラは亡くなるまで、 自身の裕福な資産と特権を使い、貧者特に貧しい女性の救済に奔走し続けた。1921年9秒にかかり69歳で死去。一人息子、ヘンリー・様セットは、第10代戦闘オルバンズ公爵の娘、レディ・キャサリン・ボー・クラークと結婚子孫を残した。1984年、ヘンリー教の追い第10代と公爵が実施なく、死ぬと、 ヘンリー教夫妻の創尊デイビッド・サマセットが第11代暴法と公爵を就職した。ありがとうございます。